おはようございます。ラスカルでございます。今日はね、グアムに来ておりまして、グアムといえばね、ハンバーガーを食べようかなと調べたところですね、ホテルの近くにチャレンジメニューをやってるハンバーガー屋さんがありまして、ミスクラドスという店舗で、でもチャレンジ内容は約 1.3 キロのハンバーガーを10分で食べきると無料で、食べきれなかった場合は35ドルのお支払いになるみたいです。で、まあね、そのチャレンジメニューのハンバーガー以外にもいろいろ頼んでますので、紹介しながら食べていこうと思います。それでチャレンジ前のタイリケでございます。ということで、普通に食いますこれがマガラヒバーガー、多分ちょっとでかいやつなんだよね。いいよ、いいや、これちょでかいよこれうん、あ、まあ、うまいわ。Thank you.
で、このあのメスクラドッサーは、一応ね、注文するときはフードコートみたいな感じ、注文して呼び出しベルをもらえるから、それが鳴ったらメニューを取りに行くみたいな感じですね。あのメニューも日本語メニューとかあるんで、全然日本人も手厚いお店だと思います。これ次、シュリンプバーガー、真っ黒なんだよ、まず。で、こっちは基本的にスパイシーとノンスパイシー選べるんだけど、これはスパイシーにした。こんな感じ、バンズ真っ黒。よっ、あ、うまっ。うん、肉だけじゃないよ、うまいの。食べる、うん、うまい、めっちゃうまいよね。でまあ、あの最近みたいにお肉のパティの他にもシュリンプとかもあるし、何人かで来たらね、あのシェアしながらいろんな種類頼んだら楽しいかもしれない。うん、でこれがいろいろあの、まあ、オニオンリングだったりさつまいも変更とかも一応できるみたいなので、あ、好みに合わせて頼んでください。うん、うん、バンズがうまい。最初気になんなかったんだけど、食べていくうちに辛くなる。
張った。あ